up, guys? Tsuru here. What's up, guys? This is Tsuru here. So today, 今日はですね、タイトルにもある通り、これから YouTube を続けていく中での方針みたいなのをいろいろ話していきたらなと。方針っていうか、なんか、その堅苦しいもんじゃないし、そんなあれじゃないけど、それを報告したきたいと思います。よっしゃー1個目のお知らせ。新しいスタジオができました。スタジオっていうか、まあ、なんか、家にできたんで、新しく。まあ、自分の部屋でも撮影するんですけど、まあ、自分の部屋もなんか今ね、いろいろ、リフォームじゃないけど、いろいろ改良中で、で、この部屋プラス、その改良した自分の部屋でも、ダブルで撮っていきたいなと思ってるんで、よろしく。で、本題っていうか、まあ、これを伝えたかったんですけど、今この声を聞いてわかるかもしれないですけど、単刀直入に言うとですね、単刀直入に声変わりしました。声変わり最中です、今。だから全然高い声が出ないんですよね。あれ今日俺面白くない？なんか真面目なことしかやってない？面白くないって？なんかやる？いいよ？なんかやる？いいよ？これつける？ん？これつける？おーい！面白い？本当に声が出なくなってしまったんです。今この動画を見てくれてる皆さん、一回、いや今じゃなくていいけど、この動画見終わったら、戻ってちょっと見てみてください。今の昔の僕の動画。めっちゃ低くなってると思う、多分。声質が全然違うと思う。自分でもわかるんですよ、この周波数が、ここ触ると。今ですね、63Hz。前回の動画でリクエスト曲を、なんでこんな黙ってんだ。前回の動画でリクエスト曲をやったんですけど、それの一番動画の最後に、Change と Clock Strikes と、Heartbreak Heard Around the World は次回やりますっていう風に書いたんですね。ほんとこれ。あ、そう。テスト期間で、1ヶ月間、できてませんでした。全然できなかったな、テスト。あんな勉強したのに。テストがあって全然できてなくて、それで、これをやったのはテスト期間の前だったんですよ、テスト。まあ、1ヶ月前ぐらい。リクエスト曲のやつ。で、この時はまだ大丈夫だったんですよ。声は。テスト機械に入って、いきなり声出なくなって、あれって思って、どれくらいどれくらいって思って、声出ねえやんって思って、それで、あ、これ声変わりだって思ったんですよ。で、それで、自分なりにいろいろ調べてきました。声変わりについて。うんこ漏れそう。声変わりっていうのはですね、3ヶ月から11ヶ月続くものなんですね。3ヶ月から11ヶ月、この幅広くねって僕は最初思いました。ここ3ヶ月、ここ11ヶ月だったら、こことここのどこになるのっていう。俺はどこで終わればいいの声変わりが。早く終わったら、一回体験でボイトレ一回行ったことあるんですよ。その時に、そのボイトレの人に、声変わり始まったら無理しないでね、最初に、脳が潰れちゃうからね、こっち行ってね、もやもやせなきゃ、無理するんじゃない？言われたんだ。だから、まあ、声変わりの最中は声が出ないとしても、声変わり終わって、もうこの喉が定着したら、ボイトレ頑張って高い声出すようにするんで、それまでにちょっとリクエスト曲は取っておきたいと思います。なので、今やったら喉ぶっ壊れちゃうんで、じゃあそこんとこ。お願いします！っていうことです。だから声が出なくなりましたよっていう報告でした。声変わりがちゃんと終わったら絶対にこのリクエスト曲たちはやるんで、それまでに皆さん もうコメント欄でもガンガンリクエスト食べといてください。で、声変わりの最中も全然歌わないわけじゃないし、その通りやっていくんですけど、めちゃくちゃ高い声の曲はやらないよっていう、やれないよっていう報告でした。一回歌ってみようか。今日一番言いたかったのは、リクエスト曲は次回やります。次回じゃない、間違えた、全然違う。リクエスト曲は伸ばします。期限を伸ばします。声変わり終わってから喉に定着してボイトレできるようになってから、高い曲で今度やります、また。ということで、次回城之内シス、次回城之内シスデュエルスタンバイ。まあ声が出なくなったかもしれないけど、いつも通りやっていくんで、いつも通りのテンションで、いつも通りの感じでやっていくんで、よろしくお願いします。 See you guys on the next video. Bye bye.